皆さん、こんにちは、こんばんは。外房テックです。素子特性を測るときなど、ちょっとしたサブの電源が欲しくて、Amazon や秋月電子でキットを探していたら、手頃なキットが見つかりました。直流安定化電源 DIY キット、0から 30V、最大 3A、過負荷保護付き。明らかに同じキットが、いろいろな業者から出ています。値段も数百円から数千円までまちまち。中国から直接発送するものは安いですが、2、3週間かかります。なので、Amazon から発送の1999円のものにしました。で、届いたキットを開けてみると、なんと、キットなのに組み立て説明書がついていません。回路図もありません。これが全て。プリント基板にはシルクで部品名が印刷されているし、写真通りにハンダ付けすればできそうですが、どんな回路か知りたいので、回路を読み取ることにしました。両面に送配線のプリント基板から回路を読み取り、LT スパイス上で回路図にします。そして、回路の動作を LT スパイスで調べることにしました。デバイスの型番をチェックして、LT スパイスのライブラリにモデルがあるか確かめます。なければネットから探し、それもなければ LT スパイス上は代替品のモデルで回路を書きます。シルク印刷とデバイスの捺印を頼りに型番を特定します。USB マイクロスコープで見ています。ゼナーダイオード5V1。スイッチングダイオード ST4148 スパイスモデルは HN4148 で代替。整流ダイオードここでは保護ダイオードの HN4004。NPN トランジスタ S9014 スパイスモデルは 2SC1815 で代替。PNPS9015 スパイスは 2SA1015。オペアンプ TL081 スパイスモデルは AD711 で代替。パワートランジスタ 2SD1047 に SC5200 でかなり適当に代替。2SD882 に SCR553 で適当代替。三端子レグレーター L7824 使わない予定なのでスパイス上は抵抗で代替。整流ダイオード HN5408。部品は分かったので、基板から回路図を起こします。両面を交互に見たり、ライトで透かしてみたりしていましたが、はかどらないのでちょっと工夫してみることにしました。スキャナでプリント基板の両面をスキャンして JPEG 画像にします。Photoshop で読み込み、加工します。まず、裏面。色相彩度を開き、明度を変えて、できるだけ配線が浮き立つよう加減しますが、大して変わりません。色相と彩度をいじります。色を緑に変えました。色の置き換えを開き、基板の色を選択します。配線以外の色合いを変えます。できるだけ配線だけが残るよう加減します。配線が消えない程度に基板を白く飛ばします。試行錯誤して、こうなりました。これを表から透かしてみるので、画像を裏返しました。
次に表面です。これも色相彩度は効果ありませんでした。色は赤のまま。同様に色の置き換え。配線とシルクが消えない程度に基板を飛ばしました。2枚を重ねます。上のレイヤーの不透明度を調整します。両面が程よく透けるよう加減します。ここまでの分は念のため残しておいて、レイヤーを合成した画像をさらにいじります。色相彩度。カラーカーブを補正。彩度をいじってみましたが、やりすぎです。自動スマートトーン補正。両面透過画像が完成しました。面白い色合いの絵になりました。もう一度同じ画像を作ろうと思っても無理でしょう。この画像だけで両面の配線が一度に読み取れるようになりました。では回路図を読み取っていきます。読み取りました。スパイスで回路図を書いたので、ボリュームがうまく書けません。とりあえず、抵抗分割で書いています。さて、LT スパイスを実行して動作を見ていきますが、長くなったので次回に続きます。